こちらの問題ですね。ファーマーフレンチの3ファクターモデルと言われているものになります。で、ここではまあ3ファクターモデルが今回出てるんですけど、よく出る、あるいは皆さんがまあよく知ってるキャップ M とかを使ったね、計算問題で一番よく出るのがシングルファクターモデル。これが1個のファクターモデルですよね。これのまあ応用形っていうふうにね、考えてもらったらいいと思います。で、シングルファクターモデルは、株価をどういうふうに、考えるかっていうと、マーケット要因と、シングルファクターなんで、このシングルのファクターって何かっていうと、マーケット要因だけです。市場に連動するものと、あとはもう個別の色のよくわかんないものと。で、個別のものは全部こうミックスすると、で、なんか足していったり来たりで、まあ大体ゼロになるみたいな、そんなイメージですね。で、3ファクターモデルっていうのは、このシングルファクターモデルに、まあ、他の要素も足してモデルを複雑にしていて、で、1個目は同じです。マーケットファクターって。で、3つあって、で、これよく使われているね、このファーマーフレンチのモデルで、実務でも本当よく使います。さすがにね、シングルファクターだとちょっと当てはまりがねっていうところもあるので、どういうものをここに織り込んでるかっていうと、ここですね。3つの、ファクターで、マーケットと、あとサイズとバリューっていうところで、まあ、織り込んでいます。で、複雑に、まあ、こういう要素で、まあ、説明すると、3つの要素で、まあ、説明するっていうふうに、展開しているモデルになります。で、それ以外の個別の要素っていうのは、まあ、全体足すと、まあ、平均したらゼロだよねっていう、そういう考え方ですね。なので、ちょっと式の形がですね、問題文見てもらうと分かるように、ちょっとこう複雑にはなってるんですけど、3つ足しかけてるからね。それから、リスクフリーレートですね。ここの問題文の最後のところ、リスクフリーレートが0%っていうふうにね、話を簡単にするためにここに書いてありますね。で、あとこの要素ですね、この辺は下の方に数字がまとまっているということですかね。じゃあちょっと証券1、統1から順番にね、見ていきます。証券1の期待リターンですけれども、E の R1 ですが、リスクプレミアムっていう観点で、リスクフリーレートとの乖離ですね。このリスクプレミアムが、これが3つのファクターで説明できますと。そういうモデルですね。シングルファクター。のモデルだと、このリスクプレミアムね、リスクフリーレート、ここの部分がマーケットのベータで説明できましたよね。同じようにここをちょっと、もうちょっと複雑にね、説明します。で、今幸いここゼロなので、この3ファクターでそのまま計算していくということになります。で、ここですね。このファクターエクスポージャーっていうところ、これがまあインパクトなんで、これと、このマーケットのプレミアム、これを掛け算をしていくということになります。なので、1.0×5% たすエクスポージャー0.0×1%たす0.4×3% と、こういうふうに、計算して、計算したら6.2でしたと。以上ですね。ベータがいくつもあるってイメージで、シングルファクターのベータがいくつもあるってイメージで考えていただければいいと思います。では次ですね。問いに。
システマチックリスクですね。これはまあシングルファクターモデルでも考え方は一緒ですけれども、システマティックリスクと固有のリスクを合計して、トータルリスクというのが出ます。でリスクは、距離の事情なので、事情の関係でこれは成り立っています。で今の、この問題文見ていただくと、ここね、固有のリスクとトータルリスクって書いてありますね、証券の。で分かってるのは、固有のリスクが 30% でトータルリスクが 36.11 ですと。トータルリスクが 0.3611 で固有のリスクが 30% 0.3 ですと。でこれを事情した時にこれ関係が成り立ちます。でシステマティックリスクは何だか分かんないけど、何だか分かんないなの2乗ね、これで、関係が成り立ってますと、事情の関係でね。でここをだから求めればいいわけです。事情をして引いてこれ求めますと。そとこのハテナっていうのは、0.2010 なんで、まあ、20.10% というのがこれが答えになります。これもシングルファクターとこのね関係式は一緒になります。はい、次さん、証券1と2を半々で、保有するポートフォリオを作りますと、この時の期待リターンですけれども、これはまず証券2についてもですね、期待リターンを出します。 E の R2、 これやり方は統一と同じやり方、同様に出します。そうすると 0.5×、計算したとして 3.8% っていうのがね同じように出します。で半々なので、2で割ればいいですね。統一で 6.2 出して、今 3.8 ですから2つ平均すると 5% っていうのが、これポートフォリオのリターンということになります。本当にその期待リターンは簡単なんですよ、ただ単純に計算して出せばいいからね。次問4、ポートフォリオ、今のねこの半々で組んだポートフォリオの固有のリスクですねはどうかと。で固有のリスクっていうのは相関してないんですよね、相互に独立、無関係ね、無関係に動きます。なので、お互いの関係とかを考えなくていいので、だからさっきの共分散とかがゼロみたいなね、あのイメージになります。で、固有のリスクは証券1が 30% でここですね、証券2 40% ですよね。なんでこれ単純に 50%50% のウェイトをかけたらいいです。で、気をつけないといけないのは、リスクって事情概念なんで事情するようにしてください。リスクっていうのはもう距離のイメージ、距離の事情のイメージなんで事情概念ですと。で事情しただけだとなんか値がすごく大きくなっちゃうんで、ルート取って戻します。でルート取って戻すと 0.25 25% ですと。これが答えになります。相互に独立なんで、お互いの関係、共分散にあたるものは考えなくていいですよってことです。要するに説明がつかないものがこういうリスクで残っていて、まあ、それはまあ足したらゼロになる、まあ、いろいろあるだろうけど全体としてはまあインパクトないねと、あるいは説明のしようがないねっていうのがこういうリスクですね。はい、それでは最後問い号ですね。3ファクターのエクスポージャーがポートフォリオ A と等しいポートフォリオ B を作りますと。
なので、3ファクターへのエクスポージャーが等しい A と B っていうのは、皆さんがよく慣れているシングルファクターモデルでいくと、シングルファクターモデルでいくと、ベータが等しい、ベータが等しい A と B って意味です。っていう2つのポートフォリオがあります。だからベータ 1.3、 例えばね 1.3 っていうポートフォリオの作り方って無数にあると思うんですね。証券の組み合わせで。でも、ベータが 1.3 だったら、そこから得られるシングルファクターのイメージ、こうキャップ M のこのねイメージ、ベータが一緒だったら、そこのそこから期待されるリターンってもう決まりますよね、1個に。でこれがなんかベータが、まあ、1,2,3 って3種類のベータ、3種類あるとちょっと図に書ききれないからあれですけど、そういうことを言ってるわけです。したがって、このエクスポージャーが等しいってことはベータが等しいってことなんで、基本的にこの2つの、ね、期待リターンは等しくなります。このベータが同じ、ベータリスクが同じ、ベータ 1,2,3 って3つあるだけでベータリスク一緒なので、期待リターン2つとも、等しくなります。で、選択肢で言うと、ポートフォリオと等しい、両方等しいっていうのは B か D なんですけど、今度じゃあトータルリスクとの関係になるんですけど、トータルリスクって何だったかっていうと、これね、トータルリスクっていうのはシステマチックリスク、そのまあベータに当たる部分ですね、それと固有のリスクの合計ですよね。で固有のリスクって確かにあるんでしょうけど、全体としてはいろんな、どんな動きをするかも説明のしようもないし、全体としてはゼロみたいな形になるでしょうから、結局トータルリスクがどうかってあんま関係ないわけですよ。このシステマチックリスクのところでのみ、これここがベータだからね、これで、リターンは説明されるんで、固有のリスクによって影響を受けるトータルリスクって関係がなくて、トータルリスクっていうのは関係ないです。これは関係なくて、あくまでこれシステマティックリスク、シングルファクターモデルでいうとベータリスクですね、ベータリスクによってのみこのリターンっていうのは決まっていくと、ね、そうという関係ですね。ここで説明されるんだというね、そういう関係があるよということなので、選択肢 B が答えになりますね。トータルリスクの大きさには関係ないです、ね、そういう誤差の影響じゃなくて、リスクを説明する要因ですね、これによって、期待リターンっていうのは決まってきますということになります。